はい今回は1月3日の北九州市小倉の火事の件と裏側について憶測してお伝えしていきます今回もよろしくお願いいたします、えー、リスナー様ー何名の方からですねこの北九州市の小倉の火事の件についてまああの、まあ、どういうふうに思われますかということなんで、えー、まあ、調べてみましたで最初にお伝えしますがちょっとはっきりとした部分がわからない点がありますので、えー、申し訳ないですがそちらご了承いただければと思います ちょっと調べて考えたんですがちょっと自信がない部分があのかなりありましてもしあのお分かりで、えー、いらっしゃる方がいたらですねコメント欄で教えていただけると、えーまあ、幸いですということで,でまずですねこの北九州市の小倉の火事っていうのは、まあ、ニュースの内容を見るだけで、えーまあ、おかしいことがわかるんですねで、えー、何か裏があるんじゃないかっていうことを思うんですが そうなってくるとここ最近のですね、まあ、大きなことというといろいろあるんですがその中で2つが近いんじゃないかと、まあ、僕は思いましたそしてまあその2つについて調べてみたんですがはっきりとつながりがわからないというところが正直なところなんですね。その2つは何かというと、まあ、1つ目が原発の件ですねでもう1つが安倍晋三に関してとていうことです。原発の件に関してはですね、 1>, 1月1日のまあ揺れの能登の,のところもそうですし、新潟もそうですよね、原発の件が関係している、原発って非常に危ないものが関係してますが、それについて何かあるんじゃないかということと、安倍晋三っていうのは、自民党清和会、安倍の派閥にまあ裏金がまあ多く出回っているということを今、東京地検特捜部の方が調べているということで、ここらのまの関与を考えました。まずですね 原発の方から考えていきますが北九州ということで2つの,この原発があるということが分かっているんですね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが玄海原発というのと、まあ、仙台原発という、まあ、この2つがあるわけですよ。で、この福岡というところはですね、えー、東シナ海を監視する、まあ、レーダー基地があるということが分かっているんですね、これはあのこういうことが分かっているんですよ。 でえー、ここにですね玄、えーまあ、海原発あるいは鹿児島にですね、えーまあ、再稼働した、まあ、仙台原発っていうものがあるっていうことが分かってるんでこ,ここら辺が何か関係あるんじゃないかなと思うんですがいろいろ調べて考えたんですがこれ以上分からなかったんですねだからあの福岡にですねこの東シナ海を監視するレーダー基地があるっていうことがなんかあるのかなと思うのと あとは、まあ、この仙台原発と、まあ、玄海原発のことがあるのかなと、まあ、そのように思ったんですが、ちょっとそれ以上分からなかったので、えー、申し訳ないです、それ以上はちょっと言えないっていうことですいません。で、続いてですね、この安倍晋三の件っていうのもあるんですが、安倍晋三っていうのはですね、過去にこれ分かってるんですが、893と、さ、えー、まざまなことがあったということが分かってるんですね。 安倍晋三のまあ下関の事務所に関しては北九州の893工藤会とかですねまあそういったもののまあ関与があったということが分かっておりまあ安倍とまあこれらのまあ関係があるということが分かっているで裁判にもこちらなってる話なわけですよ安倍晋三と工藤会ということだからまあそれが何かあるのかなということが思うんですがそこから先のまあつながりが分からないとだからこの九州っていうエリアを考えると この原発か安倍晋三のどちらかなと思うんですが、ここから先っていうのがちょっとすみません、分からないので、それ以上はちょっと言えないっていうことで、申し訳ないですっていうことで。で、今度はですね、ニュースについて考えていくと、これニュースを調べると、明らかにこれおかしいっていうことが分かるんですよ。おかしいってことは分かるんですが、裏側がどうなってるかっていうことが分からないんですね。じゃニュースがおかしいっていうんですが、これどういうことがおかしいのかっていうことをまあ見ていこうと思います。1月3日ですね。 北九州の小倉,小倉の北区っていうところかなその飲食店があるところで火事になりましたっていうことで,であの飲食店から火が出たっていうようなことでそこから燃え上がって燃え広がっていって8時間経っても火が消えてないっていうことで消防が駆けつけたっていうことなんですよ。 まあ、JR 小倉駅から南,南300メートルの飲食店のとろ、まあ、っていうことなんですね。で、北九州の小倉っていうのは、あ一昨年にも2度大きなこの火災が出てるっていうことなんですよ。で、このニュースだけではちょっとおかしさがわからないんですが、今度、別のニュースがありまして、そのニュースの気になるところを見るとですね、まあ、おかしいということがわかるんですね。 えー、現場では時折爆発音,爆発音が聞こえ消火活動を見守る店主や通行人はその都度驚いていたとなんんでで爆発音がするんでしょうね普通の火事だったら爆発音なんてしないと思うんですけど単なる火事ではないっていうことが、えー、分かりますよね。で今度また別のニュースではこの北九州の小倉で50年以上お店をされているっていう方があまあ意見してたことがあるんですが。 ドンという大きな爆発音を聞いたっていたとうことがあるんでですね何がが爆爆発発ししたんでしょうか爆発音が聞こえるといいますがはっきり言ってかなり不可解ですよねだから何かあるとは思うんですよただ先ほどお話ししたですね原発のこのことが裏にあるのか安倍晋三のこのことが裏にあるのかっていうことがちょっとはっきりとわからないのでそちらに関してはちょっとまあ言いかねるところがあるっていうことです。 でただ、多分こういうことだろうなと、まあ、思うことっていうのがありまして、えー、リスナー様に過去に何回かお伝えさせていただいてるんですが、今っていうのは、国会でですね、 憲法改正を水面下で推し進めている可能性が非常に高いんですね、で国民がですねこの憲法改正のことに気が付くと良くないので、おそらくそれに関する目線そらしをした、そのためにこの原発のところ、あるいはです、ね、安倍晋三のところで、まあ、何かしらしたんじゃないかと、まあ、僕は思いますで。憲法改正、その中で含まれている緊急事態条項というのが非常にまずいわけですね。 その憲法を改正をするとどうなるのかというと、まあ、9条がなくなる、あとですね、この緊急事態条項がまあ導入されるで、基本的人権がまあなくなるという、国民にとってはマイナスしかないんですね。あと言論の自由がまあなくなるということもあるんですが、この緊急事態条項に関してですね、分かっていることがあるんですよ。でもしも緊急事態条項が、まあ、通った場合、どうなるのかというと、今、内閣が岸田ですが、 え岸田がですね国会を開かずに、えー、あらゆることを閣議決定で決められるわけですよ。岸田っていうのは今まで閣議決定でね、えー、おかしいことを決めてきましたよね。安倍晋三の国葬を閣議決定で決めたわけですよ。国民の反対をね、えー、全く無視して。でさらに、えー、最近もですね、えー、紙の保険証ですね紙の保険証2024年秋に廃止するってこともこれ確か閣議決定で決めたと思うんですよ。 この岸田がですね、国民のためにならないことばっかり繰り返すにもかかわらず、こんなね、緊急事態条項が通ってしまったら岸田のもう好きにできてしまう、あるいは次の内閣総理大臣もこういったものを好きにできてしまうということです。で、さらに、緊急事態条項が通るとですね、この選挙が延期になってずっとだから議員が継続できるということになるということもこれも分かっているんですよ。で、で何かがあった時はですね、 その緊急事態ということなんで、えーまあ、内閣、あるいは政府がです、ね、強い権限を持って国民に、えーまあえーまあ、協力あるいは要請ということができるんですが、まあ、それということに関して政府の権限が強まりますのでそれに関して反対したりするとです、ね、言論を処罰するそういったこともなるつまり内閣がより、えー、今まで以上に力を持つということでこのようなことが通ったらです、ね、日本国民にとってはマイナスなんですよ。 でこの憲法改正というのは最終的にですね国民投票ということで決まるんで、何としても日本国民はこれ国民投票で憲法改正を阻止しないといけないんですね。で、そのことが今、水面下で行われていて、そのことについて目が向かないように、こういった今回のこともそうですね、この北九州の火事を意図的にしたんではないかと思います。ただ、先ほどお話した原発の件とどうつながっているのかとか。 安倍晋三とどうつながってるのとかっていうのがちょっとわからないですねまあ、少しだけ踏み込んで言うとまあ自民党のまあ背後のまあその総主国米のつながりかなと思います、えー、原発っていうのはあまあ大きな利権になってますし安倍晋三っていうのはですね、えー、背後のまあ米と関係が深かったっていうことがわかってるんで、えー、この自民党有利にことを進めるためにこのね北九州市の小倉の火事をまだ仕組んだんじゃないかと思います つながりは分かりませんが先ほどお話ししたですね、えー、爆発音がしたっておかしいじゃないですか多分リスナー様もこちらのニュースを見てですね、この爆発音がしたっていうことに、えー、違和感を持ったと思うんですよ。僕も非常におかしいと思いました。 でえーまあ、おそらくこの憲法改正緊急事態条項からの目線そらしのためにこう,いうとこういったことをやったのではないかと思います、まあ、ちょっと調べて考えてみたんですがちょっとわからない部分もありまして、えー、僕にお伝えできるのは、まあ、ちょっとここら辺ぐらいまでということなんで、えー、今回はお伝えさせていただきましたまたもしです、ね、何か分かりましたらお伝えいたしますので、えー、今回はここで終わります最後まで聞いていただきましてありがとうございました失礼いたします